演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのキャラメルコーヒーパフェを食べたいと思います。パフェにしてはちょっと多な気もしますが、まあその分カロリーも低いんでしょうということで、細かいことはあまり言わない方が良さそうですね。ではいただきます。上の方のトッピングはちょっとザクザク感が弱くて、思っていたのと違ったのが残念でしたが、あくまでコーヒーとキャラメルのパフェと考えると、どちらも苦味がすごくあって、それでいて甘すぎない。まあ苦味はあるのは当然、あるから当然か。そう、大人向けのデザートとしてとっても美味しかったです。コーヒーとキャラメルの苦味が好きな人にはぜひ食べていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。